浜尾明美は、日本のニュースキャスター、エッセイスト。本名、千葉明美。徳島県徳島市出身。徳島市立高等学校を経て、1983年3月に、早稲田大学第一文学部を卒業。キャスター転身前に女優として、活動を行っていたこともあり、出演作にテレビドラマ、保有、青が散るがある。早稲田大学第一文学部西洋史学専攻にて、 北欧市を専攻アナウンス研究会に所属。大学在学中に、大学受験ラジオ講座内の、建設アワーの DJ として活躍するなど、アナウンサー志望だったが、TBS のアナウンサー入社試験を受験した際に、試験官だったドラマのプロデューサーに見出され、大学卒業後の1983年、TBS のポーラテレビ小説、おゆう主演で、女優デビュー。テレビドラマ、 青が散るに出演後、9ヶ月で、女優業からキャスターへ転校する。1985年、テレビ朝日の早朝ニュースワイド番組、おはようトゥデー。1987年、TBS の報道情報番組、サンデーモーニングサブキャスターなどに出演。TBS の報道番組、畜死哲也ニュース23では、 1989年10月2日の番組スタート時から1997年9月までの8年間、サブキャスターを担当した。筑紫哲也が亡くなった日である2008年11月7日、放送のニュース23において VTR ではあるが、久しぶりに出演、筑紫の死を言ったんだ。私生活では、1994年に TBS 報道局報道記者と結婚。 1999年に長男を出産し、以後はテレビの一線から退いて、子育てをテーマに講演活動などを行う。2007年からは、文部科学省、子どもの読書サポーターズ会議員、千尋美術館、東京等で朗読ボランティア、子育て支援のネットワーク活動、4つ、洋プロジェクトのメンバーとして活動を行う。 2012年から2013年まで、京都ノートルダム女子大学客員教授を務める。2007年に乳がんに罹患して、以降10年以上にわたって、闘病を続け、気候など東洋医学的な治療を経て2017年に、摘出を行うものの、2018年5月に、体調が悪化して6月より、東京都内の病院へ入院。病状が急変し、同年9月14日、 乳がんのため、東京都内の病院で死去。57歳ボーツ。競馬ファンで、スポーツ紙に競馬に関する連載を持っていたことがある。他、広角家としても著名で、大相撲番組の司会進行も務めた。浜尾の親戚で、元実ノルフォン専属の歌手、宮古川博士とブルーロマンのメンバー、名健一がいる。浜尾が、大学在籍中、来訪の折に、民の一人息子、 巻に手作りの人形をプレゼントしたことを後に、健一が伝える。ありがとうございます。